c i n e a 4D は、ドイツのマクソンコンピューター社による3次元コンピューターグラフィックスソフトウェア。一般的に C4D と略される。同種の商用 3DCG ソフトウェアのように、ポリゴンやナーブスを用いた、モデリング、レイアウト、キャラクターアニメーション、物理シミュレーション、物理ベースレンダリングなどが可能な機能を備えており、 また 3DS Max や Maya などの他の 3DCG ソフトウェアとの間でデータのインポート、エクスポートが可能である。カナダドル形式のインポートにも対応している。もともと Cinema 4D は1990年代初頭に a m i ガ g a 向けとして開発されたソフトウェアであり、バージョン2までは a m ー i g a のみがサポートされていた。しかし、コモドールの倒産以降は、 アミーガの将来性に対する不安から、マクソンは Windows 及び m a c ン i n t o s h においても動作する Cinema 4D をリリースすることとなり、V4 以降からは、アミーガのサポートが行われなくなった。R11.5 までは、各種拡張機能をモジュールとして、追加購入可能で、予算に応じた構成が選択できたが、R12 からは拡張機能の分配は行われず4種類の、 グレードに簡素化され R21 でサブスクリプション導入とともにグレードが廃止されて一本化された R21 以降以下のエディションが提供されている R23 以降は以下も提供されているサブスクリプションでは様々なプラグインの付属するチュートリアルサービスシンイバーシティが利用可能となるシンイバーシティのプラグインを管理するプラグインとして CV ツールボックスがある。チネマ 4D には高度な外部スカルプトモデラーのゼブラッシュと連携可能な GoG ブラッシュ機能、高度なプロシージャルマテリアル作成ツールのサブスタンスデザイナーと連携可能なサブスタンス、エンジンなどが標準で内蔵されている。またゲームエンジンのユニティと連携するためのサインウェア、4ユニティプラグインが無料販布されている。チネマ 4D に搭載されていないウリム。 流体シミュレーション、VR プレビュー、高度なペイントなどに対応するサードパーティー製プラグインとしてギャモロジコデザイン製のプラグインズ 4D プロバンドルがある。プロバンドルのペイント部分は 4D ペイントとして無料提供されている。またサードパーティーの流体シミュレーションプラグインにはタービュランスフェド、リルフローチネマ 4D、X、パーティクルズ、フュームフックスなどもある。 R11.5 までのシネマ 4D は以下のようなモジュールによる機能拡張が可能であった。R12 以降はこれらのモジュール単位による機能拡張が廃止され、以下の4つのグレードとボディーペイント 3D に統合されることとなった。R21 以降はサブスクリプションの導入とともにグレードが廃止され、通常版がスタジオ版相当となった。 以前は独自のスクリプト言語である COFFEE を使うことでチネマ 4D を制御することが可能であったが、R12 以降は 3DCG ソフトウェアで一般的に使われている Python にも対応し、R20 で COFFEE は廃止となった。R23 では Python2X から Python3X へと移行した。また、SDK により C 言語でチネマ 4D 用の プラグインを開発することも可能となっている。2010年6月1日から日本市場においてマクソンコンピュータージャパンが中学校、高等学校、大学、大学院、専門学校の学生を対象に最上位エディションのスタジオ非商用利用に限定した上で無償配布しており、対象となる学生は郵送にて申請し、後日メールで シリアルキーとダウンロード URL を受け取ることによってシネマ 4D を利用することができた。2012年9月以降からはドイツのマクソンコンピューター本社が全世界で学生への無償配布を開始したため日本市場独自の無償配布は終了しドイツの本社へウェブ上で申請する形式に変更となった。無償学生版に機能制限はほとんどないが シリアルを必要とするプラグインは利用できないことに加え、タイトルバーに指名と無償学生版の文字列が表示され、起動時及び終了時にも学生版の商用利用は禁止である旨のダイアログボックスが表示されるなど、通常版といくつかのサインがある。また、バージョンについても、基本的には最新のものが提供されるが、通常版のリリースからは、数ヶ月から1年遅れて配布される。 同様の取り組みは、ライバル企業のオートデスクでも行われている。2020年9月をもって、学生、教員向けの無償版の配布は終了し、サブスクリプションサービス、マクソン1への移行が促された。新たな学生版は、優勝となるが、6ヶ月2.99ドルという低価格で、提供される。シネマ 4D のレンダラーをベースにした、ベンチマークソフトシネベンチも、 マクソン公式サイトにて配布されている。CPU 性能やグラフィックスカードのオープングル性能を計測することが可能であり、特定のハードウェアに最適化されておらず、Windows と汎用ビデオカードの組み合わせでもオープングルの性能低下が発生しないため、Cinema 4D を導入しようと検討しているユーザーだけでなく、自作 PC 関係の雑誌やコミュニティ上で、 ハードウェアの絶対的な性能を比較する目的でとても重宝されている。2010年2月に R11.5 がリリースされてから長らくバージョンアップが行われず2013年9月に R15 がリリースされたようにシネマ 4D の最新版とシネベンチの最新版が必ずしも連動しているわけではない。R11.5 と R15 のテスト内容は同一であるが アルゴリズムが変更されているため、ベンチマークのスコアは、双方の間で比較することができない。複数の環境を比較する場合はバージョンを揃える、必要がある。レイレーシングライブラリーのインテルエンブリーが採用されたほか、GPU ベンチマークが廃止された。ありがとうございます。